2019年4月21日横須賀スタジアムにて、村山太郎は、東京都出身のプロ野球審判員。審判袖番号は2006年から2010年まで46、2011年以降は42。日本大学鶴ヶ岡高等学校、日本大学卒業。日大鶴ヶ岡高校、日本大学を卒業後に、ジムエヴァンス審判学校での研修を経て2006年に、 セントラルリーグ審判員となる。2017年には、オールスターゲーム初出場を果たし、第2戦では球審を務めた。ストライクコールの際に高い声を出しながら、横向きに指を指すのが特徴である。2019年4月30日の読売ジャイアンツ対、中日ドラゴンズ戦では三塁類審を務めた。この試合の1回裏一死一二塁の場面で、打者、石川慎吾が、 レフトフェンス際へ打球を放ち、レフトの伊藤康介が候補したようにも見えたが、これをフェンスに当たってからの補給と正しく判断し、ノーキャッチのジェスチャーを出した。この判定が表彰の対象となり、二0十九年シーズンのファインジャッジ賞を受賞した。また六月二十八日の埼玉西部ライオンズ対オリックスバファローズでは球審を務めていたが、9回表西の場面で、打者、 大城工事のファウルチップがマスクで守られていない頭頂部に直撃。その場に倒れ込んでしまい、一時は短歌も用意されたが、最終的には自力で歩いてベンチ裏へ治療へ向かい、数分後には元気そうな姿でグラウンドに戻り試合は続行。観客からは大きな拍手が送られた。なお、この試合の最後は、 いつも通りのアクロバティックな見逃し三振コールで試合を終了させている。ありがとうございます。